韓国政府が北朝鮮産品の産地偽装計画。本日、韓国メディアの報道によりますと、現在韓国政府が北朝鮮で生産された製品に、韓国産、メイドインコリアと表記しようと計画していることが明らかになりました。こういった産地偽装、国際的に禁止されているんですが、 韓国政府は何を考えているのでしょうか例えば TPP では加盟国で作られた産品の完全撤廃などを行っているため産地の定義は厳密に定められておりますこのような韓国政府による産地偽装が行われている状態で韓国が TPP に加盟した場合北朝鮮産品が TPP の対象になってしまいます また、韓国産品すべてに対して北朝鮮産の疑いが出ることになるでしょう。このような状況ではそもそも TPP には加盟できません。また、韓国政府がこのような産地偽装を行えば、北朝鮮に対する国連制裁に違反することにもなでしょう。日本政府にはこういった韓国政府の 明らかにですね、北朝鮮を支援しようとする動きに対して、しっかりと情報収集を行い、これ以上北朝鮮を支援しないように圧力をかけ、警告していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。